万学の一章は、第二次世界大戦前の大衆文学作家、白井教授の代表的小説である。真っ正直で常に真実を追い求めては裏切られる、侍、味川万学を主人公にした複数の短編物語で、1933年に日活時代の山中貞夫監督により、大河内伝次郎主演で映画化された。フィルムプリントは現存していない。 本作のシナリオをもとに映画やテレビドラマとしてリメイクされている。万国は誤り。映画のリメイク版は、岸松尾と新藤兼人が共同で脚色し、勝利に計監督により、頑張れ。万学のタイトルで1960年に公開された。宝塚映画制作、東方配給、小林啓樹主演。テレビシリーズは3度制作されている。 一度目は1958年10月20日同年11月10日に、KRT 系列で毎週月曜21時15分21時45分に放送された。水島道太郎主演、全4回。二度目は1963年2月6日同年2月27日に、NHK で毎週水曜日の20時20時30分に放映された。 嵐勘十郎主演、全4回。3度目は2002年3月5日同年6月18日に、富士テレビ系列で毎週火曜日の19時59分に10時54分に放映された。役所工事主演。第9話と第10話は、地上波未放送であったが、2005年に時代劇専門チャンネルにて放映された。第1話と第2話は、 市川昆が監督を務めている。1933年6月15日公開。監督、脚色は山中貞を、制作は日活、白黒、サイレント、三木ユロ老脚本、キャストマルニサンタ老脚本、老曲ドラマという形をとっている。キャストが王局の HP などで何度も告知が、されながらも実際に応援されるまで数年の月日を、 用したという曰く付きの作品だが、内容はかつてよく見られた旅物の時代劇である。ただし、この系統の作品でよく見られるお供のものが存在せず、レギュラーは万学数とだけである。パターンとしては、自らの刀を異常に愛している以外は普通の、ソロ人である万学が毎回、いろんな人の嘘に巻き込まれながら、悪人を退治していくのが定番である。 前述の通り撮影から放送までの暗い期間が長かったため、放映時点ですでに死去していた人物や芸能界を引退していた人物も幾人か出演している。2016年2月2日に前十話を収録した DVD ボックスが発売された販売元はポニーキャニオン。キャストスタッフ放映リスト。ありがとうございます。